はい、皆さんこんにちは、藤本です。今日はですね、自宅でシャンプーするときにワンちゃんをシャンプー嫌いにさせてしまう3つの特徴、飼い主様です。話していきます。3つの特徴、飼い主様の3つの特徴です。うわ、飼い主様って言われるとね、こう見たくなくなりますよね。はい、頑張ってみてください。ですね、ちょうど今日この撮影する前の日に、子犬のしつけ教室があったんです。で、その時にですね、飼い主様からこんな質問をいただいたんです。ちょっとブログを見てきていただいたみたいで、うちで、シャンプーしてるんですけども、やり方、怖がらせるようなやり方してませんかねっていうご質問をいただきました。で、それでちょっと聞かせてもらって、ああだこうだって喋ったんですけども、そもそも、シャンプーをうちの子嫌いになってないかな、怖がってないかなって思いながらというか、そこに着目することってめちゃくちゃレベルが高いというか、すごいですよね。もうそこにすごい感動してしまって、普通もうなんかシャンプーぐらいもうジャッジャッジャッってパッパッパーってやって、もうビャーンみたいな、もうすごいなって人いましたけど、そんなイメージじゃないですか、シャンプーごときみたいな。で、そこを、いや、怖がらずにね、シャンプーできるようになりたいんです、ケアしてあげたいんです、素晴らしい。で、やっぱりシャンプーっていうのは一番難しいです。まだ爪切る方がまだ楽です。爪切るのも やっちゃ下手したらごついですけどもね、めっちゃやがりますけどね。ちゃんとやれば全部いけるんですけども、ただシャンプーに限ってはかなり難しいんですよ。で、動画とかで検索したらなんかよくないですか、こうちょこちょこちょこって言って、チャプンとお風呂入ってこうプカプカしてたりとか、もう生まれてすぐ初めてですごいお利口なんですみたいな、あれもゼロじゃないんですよ。ただしつけていって、もちろん好きにさせることはもちろんできるんですけど、生まれ持ってできるっていうのはもうかなり一握りだと思います。だからうちの子はもしかしたら怖がるかもしれへんなっていうスタンスでまず入ってもらった方がいいのかなと思います。で、それでね、お家でシャンプーしていくんですけども、やっぱりね、嫌がるとか、怒るとか、怖がるとか、させたくないじゃないですか。この YouTube 見ていただいている方は、みんなそうだと思います。で、そのさせないために、どうするのか。逆に、今回、3つの特徴って言いました。3つの特徴。やっぱり、怖がらせる、嫌がらせるようにシャンプーしてしまう方は、この3つやっちゃってます。ってことは、この3つを知ることによって、皆さん、怖がらずに、嫌がらずにシャンプーできるっていう風になるんですね。じゃあ早速この3つね、入っていくんですけども、まず1つ目、シャンプーっていうと全身触りますよね。もう頭から足の先からふわっとシャンプーしていきますよね。触らずにシャンプーすることはまずないですよね。で、そもそも子犬ちゃんがこうやって触られることに慣れていますか？リビングとか、シャンプーのするとこじゃなくていいです。リビングとか、落ち着いつもいるようなところで触る、ゆっくり触れるようにまず慣れてますか？いつもいるところでしっかり触れないのに、なんかよくわからんところに連れてこられていきなりベシベシ触られると不快の上にさらに不快をかけてしまうんですね。なのでシャンプーなんか好きになるわけがないんです。こう葛藤します。うわー、なんかなんやろここってから始まって、なんやろここやからね、大体嫌がれないんですよ。考えてるだけ、動けないんで。で、それで、うちの子折り越えてわちゃわちゃやっちゃうね。これ失敗します。慣れてるように見えて全然慣れてないんですね。なので後々ガタンと崩れるパターンです。なのでまずは触られることを不快にさせないように、リビングとかでしっかり触る練習をしてから、そういうところに連れて行ってシャンプーしていくっていう流れになってきます。これがまず1つ目。はい、ここよくこける方が多いですね。じゃあしっかり触れるようになりました。おー、もうバッチリです。次2つ目、いきなりザバーンってかけるね。いきなりザバーンです。これをやっちゃうとまた大変ですね。はい、そもそも水をかけられるっていうこと自体がやっぱりよくわかんないんですよ。人からすると綺麗にするためにかけるっていうのはわかるんですけども、ワンちゃんがしたら何のためにかけられてるか全くわかんないんです。
なのでいきなりザバーンとも頭から背中からザバーンとかけてしまうっていうのはやめておきましょう。少しずつ少しずつかけていきます。僕がよくやってるのはこのスポンジとかで、スポンジってありますね、スポンジでキューって絞ったら垂れるじゃないですか、あれぐらいから始めます。かける量をザバーンじゃなくて少しずつ始めるんですね、っていうのを二つ目に注目してほしいポイントになってきます。では最後三つ目、意外と抜けやすいこの三つ目、お水の温度です。温度、僕たちも今特にその夏なんで、こうプールとか行くとするじゃないですか、夏で暑いってこう水着に着替えてよし行くぞってする前になんかこうお水でまずこう汚れ落としたりしません？その時に冷たいじゃないですか、お水が、あーとかなりませんか、あ冷たいみたいな、あるいは体の体温がね熱い状況で冷たいにかかるから、このギャップですごいびっくりするんですよね。なりますよね。あと冬も一緒です。体が寒い時にお風呂にちゃぽん熱いお湯入れたらうわーってなりませんか。それワンちゃんも一緒なんです。あ、めっちゃ熱いとかめっちゃ冷たい状況でかけてしまうとワンちゃんめっちゃびっくりしますからね。うわー何やこれみたいな、せっかく触る練習もしてちょっとずつ始めたのにいきなりさあそれをやろうとした時にめちゃくちゃ熱いとかめちゃくちゃ冷たいとかなってくると、そこでも一気に怖がってしまいます。じゃあどれぐらいがいいのかってことなんですけども、まあこれが難しいんですよね。ぬるま湯って言い方、まあ、人が触ってあぬるいぐらいだなっていう感覚で OK です。もうぬるま湯っていうのを覚えておいてください。暑いとか夏やから冷たいとかっていうのはやめておきましょう。冬やからあったか暑い、夏今の夏やから冷たいじゃなくて、いつでも通年ぬるま湯にしてあげてください。っていう形で、このね、これを全部間違ってやっちゃうと、基本的にはワンちゃんが嫌がるような、嫌いになってしまうような、シャンプーの方法になってきてしまいます。まあ、もう少し言ってしまうとね、もっともっとあるんですけども、よーくあるこの3つ、お伝えさせてもらいましたので、ああ、自分なってるかな、なってないかなっていうのをチェックしながら、お家のね、シャンプーやっていただけたらと思います。ではですね、またね、あ、じゃあ、これって時どうしたらいいですかとかあったら、またこの下のコメント欄いただきましたらお返事させていただきますし、いいねとか、また明日からもね、こういった情報を発信していきますので、チャンネル登録もしていただけると嬉しく思います。ではまた明日お会いしましょう。さよなら。